会長、薄井先輩のことが大嫌いになります。最強タッグは解消です。みさちゃんのバカバカバーカー。あーもう分かったよ、うるさい。今夜は絶対寝かさない。あの誤解を生む言い方はやめろ。薄井どこまでついてくる気だ。どこまでも。なんでこんな催眠術かけたんだろうな。どこまでついてくる気だ。だからどこまでも。ちょっと待って。ケーケッチ、一晩かけて反省するから邪魔するな。さすがだ。お姉ちゃんさっきから全体何度も言ってるよ。薄井のは誰だ。もしもし。俺俺俺だよ。俺俺わかる。さて明日の予習をするか。俺俺分かった。どうして私の番号を知ってるの。切るぞ。何回目だと思う。22回目だ。消化管だいたいお前のことなんか最初から嫌いなんだもん。好きだ。あいつ俺のこと好きだ。なんだあいつ絶対バカだ。おはよう会長。今日は昼から雨なんだって。あいあい傘できるね。お前もしかして一晩中。食ってないの。次からはマジで警察呼ぶからな。コシコ、なんか目が見えない。サプリメントいりません。あ、どうした。はい、何ですか。あれ、それって噛むもんじゃないの。そうなのか。ちょっとパッケージ見せて、雪村。あ、はい。まさか会長、どんな副作用があるか知ってる。くそ、なんだってこんなに眠いんだ。そのとにならば、外の空気吸ってくる。一つ頼みがあるんだ。殴ってくれないか。俺に会長が殴れるのに。催眠術、受ける側が相手を信用しない限り効き目ない。だから俺は操られるなんてありえない。俺は操られたけど嫌う。からかいやがる。あとは感謝してるね。そういう気持ちも忘れてしまうのかな。いい、待ってね。何度俺の好きになるか。ご主人、待ってね。23、55、どうやら僕に勝ちですね。会長を守るナイトの役目はもう降りた方がいいですよ。カノー、俺と本気で遊んでみるか。無駄ですよ。会長はもう眠ってしまった。目覚めた時には誰が眠ってるって。あんな薄いの変態アホセリフ聞いたらだんだんイライラしてきて眠ってなんかいられないっつ。カノー、ここまでやられたらお前にはとっておきのお仕置きをくれてやる。